武田作十郎は、日本の競馬騎手、長教師。1932年、京都競馬クラブにおいて、騎手デビュー。太平洋戦争を経て1963年まで、帰場した。同年より長教師に転身。1982年の最優秀三歳棒馬、大前キングなど五等の重傷勝利馬を手掛けた。また、弟子に、関西初の二戦勝機手である。 河内洋、中央競馬市場の最多勝利記録を受立した竹豊がいる。1992年に定年引退。北海道ルモイ群ルモイ町出身。農業を営んでいた実家では数頭の農工場を飼っており、馬に親しみながら育つ。やがて騎手を志し、尋常小学校卒業後に、静内町の本間牧場に就職。ここで、馬の扱いや、 馬術の手ほどきを受け、1930年より、京都競馬場の美馬伸寺旧社で騎手見習いとなった。1932年に騎士免許を取得。同年4月24日に京都開催で初勝利を挙げた。1937年、東京競馬場の藤本富吉旧社へ移籍し、同年秋には久西式で農林省商店品馬を制した。 1943年から1945年までは、兵役につき、1947年秋より騎手として、復帰。1953年には、大久保亀次9社への移籍のため京都へ戻る。1955年に、松田義太郎9社へ移り、翌1956年には、自己最高の年間27勝を挙げた。後、低迷に向かっていったが、 加藤誠一から、もう一度男になれと声をかけられたことで奮起し、以後加藤級者所属騎手として50歳まで騎手を続けた。1963年に調教師免許を取得し、騎手を引退。通算成績は、日本中央競馬会が発足した1954年以降で、72060勝。武田自身は、乗り役としての僕は、100点満点で50点ぐらいだった。 当時では、仲間内でも負けなかったけれど、決して上手いジョッキーじゃなかったと述べているが、1956年発行、機種名官によれば、機上フォームの美しさには、定評があったという。また調教師となった後のことであるが、河内によれば、武田は、癖馬を乗りこなすことに長けていたとも言う。旧社開業2年目の1964年に38勝を挙げ、 関西8位に入ると、1964年には49勝で、関西4位と、さらに成績を上げ、関西の優秀状況師賞を初受賞。以後も、成績上位を続けた。1969年、カンリバートラスが、小倉記念を制し、長教師として、重賞初勝利を挙げる。1970年、河内洋が、騎手候補生として入門し、 その翌年には、富山田目夫厩者から竹邦彦が、竹田厩者に席を移す。名騎手であった国彦に、間近で接し、デビュー後は竹田からの講演も受けた川内は、初年度から26勝を挙げて、関西新人賞を獲得し、以後関西のトップ騎手として、頭角を表していった。1982年、中村義尾厩者からの遺跡は、大前キングで、 関西の3歳王者戦、阪神3歳ステークスを制する。同馬はこの年の最優秀3歳母馬に選出された。1986年、川内がフリーとなり、旧車を離れたが、その翌年には、競馬学校を卒業した竹国彦の子、竹豊が新たに所属騎手となった。豊は、この年新人騎手として、史上最多の69勝を挙げ、 最多勝利新人賞を受賞。また当年は武田も関西10位の25賞を挙げ、自身4度目にして、最後の優秀調教師賞を受賞した。1992年2月、定年により調教師を引退。調教師としての通算成績は7,986,738賞。翌1993年3月14日、肝臓癌のため79歳で死去した。 河内洋、竹豊という中央競馬を代表する名騎手を育て、人づくりの達人と言われた。河内は騎手引退に際して、自身が多くの名馬に騎乗することができたのは、竹田から常に聞かされた、人に好かれる騎手になれという教えがあったからだとしている。河内はこの言葉について、技術の研鑽と同時に関係者と良好な関係を築き、 いつどのような騎乗依頼があってもいいように常に準備を怠らず、懸命に騎乗を続けていれば信頼される関係に繋がるということを一言で説明した言葉だとしている。放任主義だった一方で、馬の取り扱いや調教での騎乗については厳しく、河内は囚人監視の中で叱られることも多かったという。武田は河内について、よく乗ったジョッキーだと高く評価し、 後に豊タに対しては、気をつけて乗れよ。人に迷惑をかけるなよ。乗り役としては、河内を見習えよと言い含めていた。また武田は、両者のデビューに際して、多くの騎乗馬が集まる、両太旧社への配慮を欠かさなかったという。豊は武田について、優しい先生だったとし、自身の結婚式での挨拶では、僕が、ここまで来ることができたのは、天国から見守ってくれる。 武田先生を、はじめ、僕を支えてくださった方々のおかげです、と、最初に、武田の名を挙げた。なお、豊の父、国彦なども武田が育成した人物として挙げられる、ことがあるが、日本調教師会が編纂した、系統浮上では、国彦は、武平蔵門家であり、武田門家の騎手、調教師は、河内と豊かのみとされている。出典、調教師の本3。 通算成績重症競争勝利馬、通算成績重症勝利管理馬受賞。ありがとうございます。